こんにちは、れいチャンネルです。曲がり、折れの基本のレッスンです。曲がるところ、折れるところはどうレッスンすればいいのかなとお考えの方もいるかと思います。幼児からおた大人まで OK です。早速書いていきます。よろしくお願いします。今回お稽古で使うボールペンは ゼブラ、サラサクリップを使います。まず、ののような丸くなる曲がりのレッスンから始めます。ひらがなのつ、 だったり、ひらがなののだったり、例えば、ひらがなのつやひらがなののに使う曲がりの線です。小さめに書いてみてもいいです。曲がりのレッスンなので、 丸く曲がりを意識して書いてみてください次にひらがなの跡かひらがなの目に使う曲がりの線です下から上にゆっくり丸みを帯びて 意識をして、筆を動かしてください。うんぴつをしてみてください。次の曲がりの線は、このような形。わかりますかひらがなのもだったり、ひらがなのちだったり、 に使う曲がりの線です。上から下に降りてきて、もう一度上がっていきます。細い 形も書いてみたらいいですね。上から降りてきてお皿のようにしもう一度上に戻っていく。上から下に来てもう一度戻っていく。このような形です。 どうでしょうか次はこのような俺のレッスンをしていきます。ひらがなの「く」やひらがなの「ろ」のようにこういった線を練習しておくととてもいいです。 小さいギザギザも練習してみてくださいはいこちらはひらがなのくやひらがなのろのおの基本線です 次に書くのが、ソとラ。先ほどのギザギザと違うのがわかりますか横に行ってますね。ひらがなのソとラのような字の基本線のレッスンです。 こちらも小さく書いて見るのもいいよ、稽古なのでレッスンをしてみてください次のギザギザはひらがなの湯やひらがなの目に使う基本線です ちょっと丸くしながら降りてきてるのわかりますかここですね、カーブを描くように、ゆや目のような字の基本線です。丸く降りて上がる。丸く降りて上がっていく。 丸こ降りて上がる感じですね。はい。たくさん書きました。ひらがなのの、こちらの丸い曲がりだったり、ろの、ここですね、角ばった俺のところの基本線のレッスン、もう一度書きます。 大きなカーブで最後は止まっていく感じですね。しっかり止まってから大きなカーブを描いてきてください。中に小さく書くのももちろんいいですよ。曲がりのレッスンですので、 丸く曲がりを意識してみてくださいゆっくりゆっくり焦らないで書くのが上達の近道です はい。こちらは、ろ、や、くのような基本線です。次、似てますけど、ちょっと違います。そや、らの基本線です。丸く、丸く。こちらは、ゆや、 目のような基本線です。はい。いかがでしたか基本線をレッスンしましたので、一度ノート、のとろを書いてみます。丸くカーブしてきて、こちらですね。曲がりを 聞かせて書きましょう。ろの、こちら、俺。俺を意識して書いてみてください。はい。今日は、曲がり、俺の基本線のレッスンでした。基本線だからといって、馬鹿にはできません。どんなことも、 基本が大事。隙間の時間から気軽にレッスンを始めてみましょう。これで基本線曲がり俺のレッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。